じゃあ、その、うん、愛の人さんというか、うん、ISTP に対して、コミュニケーションのヒント、うんうん、要は、ISTP の多分、なんて言うんだろう、悪い部分とは言いませんけども、うんうん、ちょっと読んでみてもいいですか。はい。はい、ISTP のためのヒント。うん、ISTP の方に向けたコミュニケーションのヒントですよと、うんうん、ISTP の人は個人的なつながりが欠けていると感じると、うん、一緒に効果的に仕事できない人もいる笑ってるぞ人が個人的なことを伝えてきた時には共感を示し忍耐強く接しぶっきらぼうな態度や相手から距離を置いた態度相手の気持ちに無関心な態度で接することは避ける、うん、と避けましょうね、避けた方がいいですよって話、避ける性格ですって話、相手の気持ちに無関心な態度で接することは避けましょうね、うん、っていうことです、うん、だから、はい、普段それをやってるって話ですよね。で今笑われたのかなと思ったんですよ。なんか身に覚えがある。いや基本的に私はこう人に対して淡々としてるところはあるかなっていうので自分としては結構こう、相手の感情に対して興味を示しているように振る舞ってはいるんですけど、まあ、振る舞えてないって言われるんですよね。で、これを読んでなぜか私も食らってるのは、多分、劣等機能の部分って、うん、僕も多分コミュニケーションの時に出るんでしょうね。ああ、要は、まあそう、あると思う。ぶっきらぼうな態度。うんうんうん、あ、もう、なんていうの、あ、こいつダメだって思うと、うん、急にもう、ぶっきらぼうな態度を取るんですね。要はなんかエニアグラムもあるじゃないですか。うんうんうん、その対抗の方向の、自分が悪い時って、うんうんうん、対抗の方向の時の態度が出ます、悪いとこが出るよっていう、うんうんうん、なんか同時に食らっている感じがしております。うん、また、ISTP のためのヒント2、うん、個人の置かれた状況を論理的で一般的な視点から分析せずに理解しようと努めてみましょう。自分の実践的で課題中心に動く面とその場にいる人の要求や置かれた状況に配慮する面とのバランスを取りましょう。そうすることによってその場にいる人が使える実用的な解決法を見つける機会が得られますよ。やっぱり全て論理的で一般的な視点から分析するっていう一発目がそれなんですね。その傾聴するとか、うん、共感するじゃなくて、うんうん、分析するから入る感じなんですか、肺の人さん。まあそうなんですかね、うん、あまりそれは考えたことはない。そんなことないです。素にやってるってこと、うん、普通に生きてるとそれやるんじゃないかなと思って生きてました。なるほど。これって言われて治るもんなんですかね。多分治らないと思いますよ。治そうとすごい意識して我慢するみたいな感じですよね。治そうとすると。そうですね、はい。っていうと、まず共感と傾聴から変えようとすると確実に意識しないとできないと思いますね、うん、あーそうですよね、うんうん、私もどうしてもやっぱり湧いてくるものを抑えるってのをしないと、うんうん、そこはもう我慢じゃないですか。あ、もう喋りたい喋りたい、あれでしょ、ね、うんうん、こうすると、まあ、バランスは取れますよね。バランスが、僕はどうしてもなんかバランスがいいと思っちゃうんですけど、うんうんうん、なんとなく。うん。うんと、我慢した方がバランスが取れる。あ、要は、うん、みんながみんなやりたいようにやるんじゃなくて、うんうんうん、いや、この ISTP のためのヒントで書かれてる、うん、だとすると、うん、要は、あなたはあなたのいいところでもあるけど、うん、悪く出る時もあるから、うん、まあ、そこがトラブルの元になることもあるよみたいなっていうふうに捉えてるんですけど、うんうん、なんかそうやって実際言われたこととかってあります？なんかそのいつもあなたは分析みたいなことしてるけどさ、うん、私のことわかんのみたいな、うん、何がわかるのよって、うん、プライベートで付き合う人は大抵私のことを理解しているのでああなるほど。 あんまり言っては来ないですよね。あ、仕事で言われたのは、うん、はい。高圧的な態度を取るなって言われたことはあります。ああ。それは上の人にから言われた。はい。面談した時に、君はこれからどんどん、まあ仕事をしていって、部下も増えて、あと接触先も増えていくとは思うんだけど、そういう時に、どうしても高圧的な態度で接してしまう人がいるから、そこには気をつけてねと。だけど、それは君のことを言ってるわけじゃないんだよっていうふうに、後で置いてはくれたんですけど、
何か問題が起こりましたっていう時に、大変ですねって言えないんです。なんでその問題起きたんですかから始まるんです。原因追及みたいな。はい。原因を追及して、それに対する予防策を立てないと結局仕事として意味がないじゃない。みたいなことを多分言う。はい。ってとこですよね。そう。そんなことやっても意味がないよみたいな。はい。うん、で、またこの、太い声で言われるわけじゃないですか。うんうん。うん。僕の中では、じゃあやってきますって、もう流行から走り出しそうですけどね。で、そこでこう、じゃあってなんだよ、何やるんだよ、分かってんのか、お前、みたいな感じですよね。それが多分、高圧的みたいな。なるほど。これは、僕への注意でもあるんですけど、いや、怒ってないって話ですもんね、それは。怒ってはいないですよ、全然。例えば、上の機関から下の機関にお金を下ろすことを自宅って言うんですけど、あと、契約をするためのお金のことを支出負担行為って言って、支出負担行為自殺ってものを上から下に下ろすときに、その金額を間違ってましたと。で、はいはいはい、調達の期間を見て、調達の納入時期が例えば3月31日で、来週中に入れないとお金が間に合いませんっていう相談が来るんですよ。そうすると今週中に、自宅を回らなきゃいけないんですよ、課長まで説明に。じゃあなんでその契約金額とか大まかに分かってたのに、自宅の金額をしくっていたんですかっていうふうに聞くんですよ。だって分かるじゃないですか、そんなもん。おお、来た。A 社さんから3500万で契約しますってなったら、まあ、3500万円分、その事業に関してお金を入れなきゃいけないわけです。だってお金入れると契約できないんですよ。今なんか僕が送られてるみたいで、ドキドキしてきました。だから、なんでその契約金額の見るときに間違えたんですかっていうことを聞くんですけど、たまに詰まる人がいるんですよ、それ言ったの。もうなんかそうなんですよ。僕詰まるんですけど、うん、そんな、俺のミスなんだから、うん、お前ミスって分かってんだろっていうのが、心の中ではあるんですよ。そのミスって分かってるのを詰めてどうすんだよ。うん、その、だから、要は、この論理的になので詰めてるんじゃなくて、はいはい、そのミスはどうして起こったのかっていう原因が知りたいみたいな。それさえ知れればいいって、うん、最近はそれが分かってきたので、正直に言うと、あ、じゃあこうしようかが出てくるんですけど、うんうん、あ、そういうところでミスが起こるんだねみたいな。そう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 、うん、でこっちとしてはこっちで考えてやってることが、うんうんうん、まあ、実際ミスになったじゃないですか、うんうんうん、でもこっちはこっちで考えてやってたことが、うんうん、あ、何それをなんかミスって言いたくない時もあるじゃん。あミスなんだから。まあまあまあ、わかります。それが何分かってもらえて、あ、ミスじゃないねも時もあるんですけど、今なんで僕は汗かいてきたんですかね。で、そのミスを言い、ミスって分かってるのをミスって、あえて指摘しなくても指摘しなくてもいいじゃないかよ。っていうのが出てくるんだろうね、こっちの人はっていう気持ちが分かってます、今。まあ多分そこの、言い方とかで高圧的にみたいな、そうですね、とこですよね、多分。なるほど。あ、そうそう、さかなさんが今言ってるんですけど、その時はミスかもしれないですけど、はい、詳細を詰めると実はミスじゃないかもしれないってことがありえるんですよ、はい、あ、そういうことですよね、うんうんうん、はい、例えば A 社さん、 B 社さん、 C 社さんから相見積を取りましたと、見積もり、はい、見積もりを取りましたと、その時に A 社さんは最初見積もりの金額で3000万って入れてましたと、はい、で B 社さんは、まあ、3500万4000万で、最終的に A 社さんが入札で落としましたと。はい。A 社さんがその後に、いや、うちちょっと3000万で実はこれできないんですよ。ああ、なるほど。内容を詰めてた結果。ありそう。で、余剰で3500万欲しいんですよって言われた時に500万取りに行くとした時に、それって担当者が契約金額を間違っていたわけではなくて、関連企業からの申し入れによって500万円分の予算上が必要になりましたっていう説明。はいはいはい。それをただ一言、いや、ちょっと、自殺で間違っちゃっててって言われると、いや、だからなんで間違えてたんですかっていうふうに。あ、なんかね、もうごめん、もう、汗が止まらないもん。でもこれは確かに、この、内向思考の人は、理由が知りたいって話を、なんですよね。で、まあ別に詰める意味もなくて、次予防したいとか、はい、そういった部分もあるじゃないですか。そうですね。まあ何度も同じミスしてたら、これはですけどね。なるほど。で、ISTP のためのヒント、うん、これ僕のヒントになってますけど違いますね、今日は ISTP の方に向けた、うん、だからまあ ISTP にすると人は言い方、多分言い方みたいなとこですよね、はい、多分ここで言うのは高圧的にならないように言いましょうみたいな、本当それ、うん、君を詰めてんじゃなくて、うん、
で、つけてくれればいいみたいなとこですよね。本当にそうなんですよ。君を詰めてるわけじゃなくて、うん、次のミスが起こらないためっていうのと、うんうん、ミスじゃないかもしれないよねっていう可能性があるから、話がしたいんだと。うんうん、あ、なるほど。まあ、めんどくさいですね。めんどくさい。でもまあ、っていう枕があるよっていうことなんですよね。うん、まあだから相手を見て、それで別に何も思わない人もいるじゃないですか。多分、うん、この相手が同じく ISTP の人だったら、できると思うんですね。いやいや、これはこういう理由があって、こうなんですよ。ISTJ もできますね。できそうですね。うんうんうん、ただ、この、はい。ST はみんなできますね。できそう。うんうん、T の人できそう、全部。あ、でも NT はいろいろ考えそうじゃないですか。余計なことまで。そうそう。ああ、なるほど。ワールドがね。ワールドがあるからね。うん、感じたものが出てくるからね。そうそう。予算の説明とか行くときに、我々欲しいのは、30分でどうしてこの予算が欲しいかっていう説明なんです。はいはい。研究職の方って NT が多いんで。あ、なるほど。もう NT が自分の好きな世界について語り始めると1時間かかるんですよ。冒頭がそこから始まりますか、ね、そこから。私には夢があるみたいな。どこから話すんだみたいな。はい。例えば、護岸を作りますっていう時に、その護岸のコンクリートの素材っていうのは、鉄筋を入れたものとか、あとその、砂利とか、そのセメントの混ぜ具合によっても硬度とかが変わって、これに対して対海水の侵食性を上げなきゃいけないんですっていう説明を1時間かけてされるんですよ。そうですよね。それを聞いてると。3分で話せですよね。うん。それを聞いてると、あ、もう分かったよって感じになりながらみんな聞いてるんですよね、はい。よくエレベーターで降りるまでに話せみたいな話がありますもんね。はいはいはい。で、ST はそれができそうじゃないですか。できそう。できそう。うん、確かに。あとはその ST のための ISTP に向けたヒントとしては、時間をとって職場内の対立に対応したり、個人の問題に取り組んだりしてみよう。積極的に相手の話に耳を傾け、自分の気持ちを表現し、意見を伝えてみよう。多分このすべて理路整然と片付けてる、はいはい、僕からすると、うん、なんかかっこいい言うとクール、うんうん、だけど、まあ、冷たいって言われることってあります？冷たい見えるよとか、言葉がつきって言われます。ああ、そうですね、うんうん、っていうのが問題だとすると、それに取り組んでみる、うんうんうん、なんか今これ読んだ時にああっておっしゃったんですけど、何か感じたことがあられた？職場内の人間関係にもうちょっと真面目に取り組んだ方がいいのかななんて思います。ああ、なんかパッと切りする感じありますよね。そうですね。もうこの人はこうみたいな。なるほど。その箱の中で僕がどこの分類になってるのかがとても不安ではあるんですけど、うんうん、もうそれは一発目でもうこの人はこの箱って決めたら、もうあんまり動かない感じですか？あ、箱とかなんもないです。そういう人間の感情的な要素を切り離して仕事をするタイプなんで、はい、この人には例えば1が係が総括ってあって1、2、3、4ってあるんですけど、はい、1係の人たちはここのこの部局を担当する、2はこの部局を担当する、3はこの部局を担当するっていうふうに、いわゆる職の文章上で決まってるわけじゃないですか。はい。であれば、その人たちはその文章表に習った仕事をすればいいっていうふうに思ってるんですよね、どうしても。だから、その部局の人たちがいくらうるさかろうとなんだろうと、仕事を粛々と対応するのが本来なんじゃないかっていうふうにどうしても思ってしまう。もうどうでもいいから与えられたことをちゃんとやれみたいな。なんかアメリカのよく映画の話とかで、うんうん、なんか日本人だと困ってる人がいると手伝いたくなるけど、うんうん、要はそれは人の仕事だと、うん、みたいなところみたいなっていうか、はい、あなたはもうこれをやれっていうとこですよね。他どことしなくていいっていう、うん、いや、その例えばその部局のその担当が嫌だから話を聞けないとか、はい、うん、そこがうざいからそういう風な調整をしたくないとかって言われるとイラッとくるっていうだけです。ああ、他のことっていうよりは、はい、ちゃんと与えられたことをちゃんとやれみたいな。そうですね。なるほど。ねるねさんのやつをちょっと拾いたくなったんですけど、はい、ねるさんごきげんよう。ごきげんよう。ごきげんよう。私は言い訳したくない気持ちが出てきて、うん、説明不足になる。あ、でもそれわかる。すごいわかるんですよ、うん。申し訳ございませんって言いたい。そう、僕もそうなんですよ。ごめんなさい。私が悪かったです。うん、認めます。うん、以上なんですよ、もう。言いたくないんですよ。うん、うん。言い訳になる。言い訳、なんか言い訳かっこ悪いみたいなのがあるじゃないですか。はい、それに対して、ハイノシさんはどう思うんですか？いや、それは言い訳とかそういう次元ではなくて、あくまで何が起きたかっていう
事象の報告をしてほしい。事案の報告をしてほしいんですよ。はい。だから求めてるものがそもそも違うんですよね。はい。っていうのが最近ようやく分かってきました。ようやく。47にして。でもこれって人それぞれのわけじゃないですか。はい。上司がみたいな。上司が ISTP だったら、はい、そうやって来るから、そうやって返すのが正解みたいなことじゃないですか。はい、多分上司ね、多分こんな感じ。こんな感じ。うちの織田信長はこんな感じですよ。はいはいはい。はい、そうすると、まあそこを求めてるみたいな。君のこと今、うん、君のことを非難してるわけじゃない。うん、あ、だから枕つけてくれてんじゃないですか。っていうのが後の方に出てくるんですけど、はい。そうですよね。もうそれを喋ってるときは完璧に無意識に喋ってるんで。で、最後の方にそこが出てくるんですね。うん、あ、しまったと思って。初めはバーって言われると、こっちはもう、かたくなになるんですよ。うんうん、で、それを、その様子を見て、あ、しまったみたいな感じで。あ、いやいや、君を責めてる、あなたを責めてるわけではなくて、うん、私たちは何が起きたか知りたいだけなんですよ。もう、人間、人間、これが人間。あ、その、話を聞いてるときに、話を聞きながら頭で、はい、あ、論理モデルを構築するんですよ。状況を単純化していくわけなんですよ。はい。その複雑ないろんな事象が絡んでるってことは承知した上で、今回この問題を解決するには、どういうふうなストーリーラインを作っていけばいいかってことを考えちゃうんですよ、無意識。ああ、もう。なるほど。気持ちが溢れてくるだけじゃないんですね。で、はい、それをガーってやってるから、無意識に言葉がどん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 きつくなっちゃうんだろうなって、この頃思ってます。多分今だと言えると思うんですけど、うん、きついと思います。その時の魚さん、ハイノシさんはきついと思います。多分。で、それをやってしまって、後で気づくんですよ。はってなって、うん、あ、だからこういうことを教えてもらえませんかねっていうふうになったりとか。後から。だと言えます。だと言えます。はい。だから基本的にこの頃気をつけてるのは、頭の中で考えながら喋らないようにしてます。頭の中で考えながら喋らない。最初に整理して喋るみたいな感じ。そうです、そうです、そうです。うん、今日はこれを言うんだって決めてから喋るみたいな。その場で考えて喋ると、もうバンと、もう単語で出てくるみたいな。あ、なんで、話をこうやって聞きながら、うん、そうですねって聞いて、整理してって、ところで、どこが悪いっていうわけではないんですけど、今この調達のスケジュールがあった時に、どうしてこの3500万っていう金額がわからなかったのかっていうところを教えてもらえますかって聞くようにしてる。だからこう、多分、ISTJ の人はそうやって一旦間を置いて、ISTP の人、ISTP の人は一旦間を置いて考えてから整理してから喋った方がいいよって話ですよね。いいよって話ですね。多分そうですよね。っていうと、うん、逆に ESFJ の人も、うん、そういうこういう人と喋るよっていう時は、うんうん、僕いつも箇条書きにするんですね。はい、自分の言いたいことを、はい、じゃないと言えなくなるので、あ、逆の意味でもう、うん、全部すっ飛ぶのね、こういうのが、うん、言うことが、うん、はい。うんうんうん、メモってから話すようにしてます、うん。だからまあそういう状況にさせてしまうって話じゃないですか。ISTP の人が、はい、もうその場の勢いで全部喋ると、はい、相手をそうやって頭の中のこうちゃんと説明させたいのに、はい、全部すっ飛ばさせてしまう。そうですね。うん、もうどうしていいか分かんないっていうような心理状況にさせてしまうってことですよね。全員があなたではないよって話ですよね、うんうんうん。あなたのように整理されてるわけじゃないよっていう。うんうん、